久保さん返すすところ見せててくっ面白いね確かに。返すところね, <laughs> <確かに笑>ころね借りては返すっていうね。うんだからまあ思うんですけどもまあ、何事も結局そのこれねあのお金の借り方にしようかな。これね今通るかわかんないですけど南の帝王だったかなそのお金の借り方っていうのがあってなな南の帝王だったかな。 なんかね、あのこうやれみたいな、すみません、違うやつかもしれないですけどあの、まず銀行口座作るんですよ。で、銀行口座作って、1ヶ月か2ヶ月、もう毎回朝9時に1000円貯金しに行くんですよ。おはよう、みたいな。社長さん、今日も来てるんだよ。おはよう、みたいな。今日も1000円だね、みたいな。で、もうずっとその前、もうあの、店開いた瞬間に行くっていうね。で、それをずっと続けるんですよ。で、そうすると、 あのまあね、朝9時の銀行ってまあまあのママいないじゃないですか多分 <laughs>、ね、しかももうなシャッター並んでるみたいなパチやかみたいなね <laughs> ですぐ1000円をこうあの貯金しまくるんですよ毎日コツコツとでそうすると、まあ、顔も覚えられて支、まあ、店長とかにも覚えられてあの人また来てるねあの社長さんみたいなでそこで信用貯めて事業したいんですっつって1000万とか抜くっていうね これ何だったっけなちょっと南の帝王だったような気がするんだけども、どうすかね ?1000 円30日続けても、まあ、銀行空いてるの平日なんで、まあ、稼働20日ぐらい、20ちょっとでしょだから、あの、信用作るのに、それ3ヶ月続けたとしても、信用作るのに6万ぐらいでしょ <laughs> で、6万で1000万抜けたらすごくないですかまあ、これは、まあ、テレビで僕見たやつなんで、 まあ、できるかどうかわかんないです。ただし、僕の見解だったら、地方銀行はいける。特に信用金庫は、それ通ると思います。いまだに。信用金庫、だって信用金庫言うてるわけですよ。信用金庫言うて、どこ一番看板立ててんねんって話なんで、信用金庫に信用を積めば、多分借りれると思うんまあ、やるかやらないかは。でもね、これね、じゃあ、まあ、 1>, 1年とか2年、3年毎日朝一でシャッター開いて信用金庫に1000円積んでたら、これもさすがに支店長そんなお客さん絶対いてないから、多分貸してくれると思いますよ。でもこれ3年続けて1000円入れたとするじゃないですか。いくらですかいくらだ ?100 万ぐらいですか ?1000 円です。1000円で300日ぐらい。3 6十日。まあ300日ぐらいですか休み、平日は。 1000円で300だといくらだまあ、30万ぐらいですか ?1000 かける300で。じゃあ100万ぐらいを3年やったとするじゃないですか。100万で1000万だったら10倍借りれるわけじゃないですか。もしくはもしかしたら3年もやったらね、5000万いけるかもしれないですけど。わかんないですけど。だから結局その、信用を積み上げるっていうのは、まあ、ビジネスにおいても何にするにしても、お金借りるにしても何にするにも大事だなっていう。すべてにおいて。 うん、だから信用を取るっていうのは非常に難しいんですよね。うん。だけど、続けるだけで信用は取れるので、実は簡単なことですよね。例えば、その、1000円を毎日朝行くって、じゃあ、何、なんかネットビジネス超上級者じゃないとできない行動なのかって言われると、それとかね、経営者、すごい成功者じゃないと、その行動はできないのかっていうと、多分、おじいちゃんおばあちゃんでも <laughs>、 朝早く起きて朝9時に行くただ1000円納めに行くこれって多分誰でもできるんですよだけど毎日しかも1秒も狂わずもう常に空いた瞬間行くしかも毎日それを続けるっていうことができないんですよ大事なのがやってることは超シンプルでそんなに難しくないんだけどそれを続けることがみんなできないんで逆にそれを続けてしまえば、うん、やってることは一つ小さいんですよ やってることめっちゃちっちゃい。だけど、積み上げると誰もできなくなっちゃうから、めちゃめちゃ信用がつくってことですね。僕も動画めちゃめちゃ、ま,あ、まだ2万本いってないですけど、もう今年中、年内中には2万本いくと思うんですけど、多分2万本アップしてる人、まあ実際数字出ますんで、まあ、情報詳細屋で2万本アップしてる人はまず日本で僕だけです。もう言い切れます。これは言い切れるね。 だからまあこれからも積み上げとにかくめちゃめちゃ積み上げてきますけどだからあ本当にこの人やってるなっていうとこを見せつける <laughs> ひたすらひたすらああこので3年後ねあれあなんか昔あんな人いたなまだ動画アップしてるよみたいなねまだやってるよみたいなねもうまだ何なんだこいつらみたいなね億万長者合宿何なんだみたいなね っていうぐらいや,やりきりますけどね。死ぬまで。死ぬまでやりますから、大丈夫です。もうあ、あの、が、なんだ、かっこたる、頑固,固なる決意。かっこたる決意ですか。はい、もう揺るぎないですね、これは。もう久保さんもね、えー、まあ、やってくるでしょうね、死ぬまで。 いや、まさかでもね、ここまで続くとは思わなかったですね、おこまん合宿。久保さんも思わなかったじゃないですか。さすがにここまでシリーズ化して続くとは思わなかったんですけど。でも気がついたら続いてるっていうね。まあ、やることは返ってきたものに対して返信するだけなんで。ね、帰ってきたら返す。帰ってきたら返す。借りたら返す。借りたら返す。借りたら返す。帰ってきたら返すっていうね。いや、ほんとね、 一つ一つを分解して考えると非常にシンプルなことなんですけど、うんそれをやるかやらないかですね。でも誰でもできるんですよ。まあ、あの1000円預けに行くとか。100円でいいじゃないですか。<laughs> じゃあ1000円ないですって言うんだったら。ね。<laughs> まあでもやんないですよね。やんないんですよ。うん、僕もやんないですよ。それは。<laughs> それはやんないですけども、あのー、動画やりますから。 うん、でもなんかね久保さんどう思いますいけそうだと思うんですけどね、うん。特に地方銀行、信用、地方の信用金庫だったらそれやれば、信用は確実にこのお客さんすごいですよっていうのはつくと思うんですよね。うん。まあやってみないとわかんないですけどね。いってらっしゃい。